皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。早繰り銀で一回負けてんの怖すぎー。一回負けてんの怖すぎるよー。何しようかな。振り飛車してみる。結構居飛車党もやっぱ振り飛車視点を見とくと勉強になるんですよ。最近なんか振り飛車党の方の配信見るんですけど、勉強になるんですよね。やってみるか。最近ちょっと四間飛車にハマってるってこともあるし、四間飛車してみよう。あと、意外とこの、僕のチャンネル見てくださってる方、振り飛車党が多いっていうことに、この間、アンケートを取って気づきまして、はい。びっくりしましたね。6-4 ぐらいやったかな。居飛車党6、振り飛車党4ぐらいでしたね、最終的に。そんなに接戦なんやっていう。まあ、銀上がって。でもこれ、癖強系のなんか、癖強系の取り差しとか、なんか飯島流比較とかそういう癖強そうなことしてきそう。最近の人癖強いからな。最近の人癖強いんですよね。うわー、出た出た出た。癖強い。待って、これ、藤井猛九段が山口恵理子女流のチャンネルで飯島流比較対策の動画を上げてるのは知ってて、それ、ちょっと土日に見ようと思ってたんですけど、なんと今日金曜日なんですよね。どうしてこうなった?どうしてこうなったって感じ。これって、引き角受かってる?まあ、玉上がれば受かってるか。いや、結構これ角から8筋速攻で狙ってくるっていう筋があるんで、警戒しないと危ないんですよね。まあ、端歩は受けるんかな。端歩は受けとくか。結構振り飛車の端歩は受けとくと、香車浮くとか、そういう手ができて大きいって、藤井猛九段大先生おっしゃってたんで。で、これ銀上がって向かい飛車にする筋を見せておかないと、多分受からないんで、それで受けときます。今の歩突き同歩同角、飛車回った時に角なって、飛車取れるけど銀取れるみたいな攻め合いもあったと思うんですけど、まあ、居玉相手にこうズドンと飛車取りつつ留できるのは大きいかな。と見て相手の方は、比較にしてきましたね。比較じゃないわ。仕掛けてこなかったですね。今の金上がったのちょっと、お粗末説がある。あ、今の金なんかこっち上がって中飛車にするコーシングとかもあったな。そういう構想あった気がする。なんかその余地を消して金上がったのもったいなかった気がするんですけど。まあまあそんなね、そんな細かいことを気にしてもしょうがないということなんですよ。将棋って結局棒銀に帰結するんですよね。これで棒銀って言っていくのが最強、結局。棒銀を信じた者から勝てる。将棋ってそういうゲームなんですよね。これでも銀いけんのかな俺銀ってね、相当リスキーで、歩突き同歩同角、飛車回って角なって、飛車取って銀取られちゃうんで、で飯島流比較のあの左美濃って飛車に強いんで、飛車成り込んでいっても、そんな効いてない説があるんよな。いやー、非常に微妙。非常に微妙です。非常に微妙な情勢を迎えている。一回香車上がって様子見よう。なんか、ここに銀が来るのか、何が来るのかを一回聞きたいんだけど。で、これ、銀をこう上がる余地とこう上がる余地を残しておきたいんですよね。だから銀の動き方決めたくないし、ここの歩突くと銀上がりがなくなるから、ここの歩も突きたくない。だからこれが一番バランス取れてる。折衷案。中間説。こういう一手一手考えていくのが将棋の醍醐味。これが将棋が神ゲーたるゆえん。まあでも普通に銀上がっとくぐらいの方が、通なんかな。意外と。ひえー。何も相手の方態度を決めない、ここの。そこの歩を突くのは結構危ないけどね。なんか後々強者捨てて寄せるとかができるんで。なんかもう歩突くか。歩突くわ。諦め。これ以上形を保留することへの諦め。もうこれで形決めますわ。銀をなんとか成立させよう。銀上がると、常に歩突き同歩同角があるから怖いけど、なんか高美濃に組んでくれたのが、
この銀を成立させやすくしていて、高美濃って飛車に弱いんですよね。飛車から攻められるのに。だから歩突き同歩同角、飛車回って、角成られて、飛車取って、銀取られるけど、こう飛車成りみたいな感じで攻めていけるから、こう飛車に弱い高美濃にはいいかなっていうところ。でもこれ角頭殴ります。許しません。格闘を殴ることだけに生きがいを見出している私としてはここは見逃せません。格闘を殴ります。この玉相当薄いと思うよな。最後絶対桂馬が決まって勝てる。見ててください皆さん。僕予言者なんで、これ最後絶対桂馬決めて勝ちます。うん。あ、もう見えたわ。53手先が見えましたね。うん。53手先が見えてる僕には。53手を読み切りましたね。いえー、ここで来んの？ちょっと待って。あ、そういうことか。3手先すら読めてない。ちょっと待って。待って、3手先すら読めてない疑惑がある。まあでもこれ飛車回るしかないよな。あの、飛車浮いたのがね、ミソで、角なってくるんですよ、これ。いや、そういう手筋もあったわ。角なって、さっきまでは飛車成りでズドンでいけたんですけど、飛車浮いてるせいで、ここで一旦途中下車するんですよね。ぶらり途中下車って感じで、これ角打たれたらどうすんの？銀取れる？角2枚の利きかして銀打ちから寄せに来る手があるんですけど。怖いね、それ。それが耐えてると言い張る勇気はないね。いやーでも言い張る勇気を持って挑んでいくしかないか。え、な、気づけばなんでこんな危険なことしてんの？いや、危険思想甚だしいんですけど。えぐいね。まあ、角は銀取るか。ああ、そう、まあ、2対2か。それなら角の方が限定してる。あ、なるほどね。ここに打った方が銀取った時に後々桂跳ねが竜取りになるって言ってるんですね。ひえー。ちょっとこれどうすんの？これどうする？これどうする？どうするって感じなんですけど。待って、ちょっと一直線に行ったとしよう。仮に飛車打つと、銀打ってきますよね。で、玉をここに逃げて、で、多分端玉には端歩で、一番早い攻めはこうなんですよね。で、そこで竜で銀取って、で、一直線に行くなら端歩を取る。ただそこで飛車で金取っていけば、まあ、ややこしいんですけど、それで相手玉は受けなし。こっちの玉が詰むかどうかですけど、まあ、それ詰みはないか。怖すぎる。いや、もう飛車打つか。ちょっと飛車打つ以外がわかんない。なんかもう銀を受けるまともな手もないんでね。一回歩突きは、あ、でも歩突き同馬で意味ないか。なんか同角なら、こう、銀への紐が外れるというか、まあ別に今聞いてるわけじゃないけど、どっかでこう、桂馬跳ねて、自陣に利かすっていう手がなくなるかと思ったけど、まあ歩突き同馬もあるし、そもそも同角でこう利かされるのも嫌なんで、飛車打って攻め合うか。これは相手玉に利かしつつ次角取る手で狙ってますね。だから、もう攻め合い。で、玉上がんのはね、端の取り込みの当たりが強すぎて、勝てない気がした。玉上がって、端攻めさせてるうちにこうやって玉脱出して、頑張ろうっていう思想も、あったとは思いますね。で、そうか、そっちで攻めてくんの？角取ったら桂成りで。いやん。いやんだね、それは。いやんだね。そうだね。銀取れないね、同角だから。強い、強くない。
強くない。まあでももう角取るしかわかんないや。これ同竜同飛車、じゃあ同馬同飛車ない飛車とか大丈夫？ああ、やってきた。でもね、それはね、切れたんじゃないかな。大丈夫とか言っときながら。これ勝ったね。これ勝ったよ。あの次銀取れば、こっちハイパー究極囲いになるんで、絶対寄らないんですけど、銀取る手を間に合わせない手が相手の方にない気がする。飛車打ったら玉上がっといて。端歩そこでついてきても、銀取って。端歩取り込まれても、銀がいなくなってるんで玉でこう飛車取るっていう受けがあって、うん、寄らない。これ典型的に寄らないパターンなんじゃないかな。この銀打って寄るパターンと寄るパターン、寄らないパターンっていうのがあるんですけど、これ寄らないパターンな気がするな。で、この銀って打っちゃったら、もう決めきらないと、あの銀取られて、なんていうんですか、絶対寄らないってことになっちゃうんで、決めきらないとはいけないんですけど、うん、飛車じゃ決まってないですね。飛車じゃ決まってるって感じじゃないんで、これは形勢は良くなりましたね。まあ、形勢良くなったところで、勝ち切れるかどうかは知らないんですけど。で、これ銀取ったら金取って頑張ろうってことね。まあ、それでもまあ、元思えば相当良くなってるけど、ちょっと不満か。角が攻防か。角が2。こう銀取る手見せて。なおかつなんかこう、桂成とかの筋に、常に同角を用意することで、受けになってる説。角が2っぽい。これ2って感じ。2感が出てる。なんなら2感しか出てない。まあ、できれば強者補充する手も防げればよかったんやけどな。え、これ2振りすぎてそれあるんですけど。あ、それ2振りすぎてそれあるんですけど。同金に腹金で大手銀取り嫌すぎるんですけど。うわー、それ嫌やなー。それ飛車切ってるから攻めが細そうですけど、意外と繋がりそう。同金に金、逃げて銀補充されて、次銀ならずとか見せられたら、結構それはね、うるさい部類かなー。それは、うん、それうるさい部類な気がする。でもここで銀取って反省する根性もないんですけど、いやー、その根性は嫌だね。3分。え、どうしよう。ちょっと待って。決断よく竜を取るか、銀をもう角で取って辛抱するか。いやー、辛抱した。同金に腹金は耐えれない気がした。これでこうで。今もう一回玉寄って端玉解消したりして、もうちょっと辛抱強く指すべきやったかな。これ辛抱二郎が足りてないかもしれない。まあ、疲れたら逃げるか。で、取り込ませて筆頑張る。おかしいね。角が頭悪すぎたね。角が、痛い。同銀は取られる。金逃げたら銀取れる。え、これ2段じゃない知らんけど。2段の霊気じゃないんですけど。2段の霊気じゃないわ。2段以上の霊気を感じる。今日なりに同金、同角用意した。ほんまかよ。ほんま。嘘ついて。これ一応まあ玉頭を利かしてるんで、ここ利かしてるんで、なんか銀取った手がこう銀打ちで竜と角の利きで詰むみたいな、そういうワンチャンを狙ってるんですけど、てかそれなら、いやいや、まあいいか。なんかもう銀取って角打ったところで銀取って勝負する手もあるかと思ったけど、まあ、これ歩打ったら竜の利き止めれるんですけど、これ桂馬取られる形になるんで、こう竜の利きが止まって嫌なんですけど、背に腹は変えられないという、そういうことを
言っていく？そういうこと言っていくか。やっぱお腹には帰れないんでね。それは？それは銀取ったら角取られんのか。強っ。寄せ強すぎん？寄せ、寄せが強すぎないかい君。寄せが強す。が強すぎるんだが。寄せが強すぎるんだが。でもこれ強者ぶち込むとかいう勝負ではないの？30秒。いやーちょっと勝負手放ってみるわ。いや勝負手なってんのかなこれ。同玉なら角が王手飛車、同銀なら王手で銀が取れる。勝負手、勝負手の顔はできてる？勝負する、戦う顔になってる？立浪監督に怒られない？大丈夫？戦う顔にはなってる？ギリギリバトルフェイス維持できてる？維持できてるか、維持できてるんかな。まあこれで受けられてね、相手玉が硬すぎるんで自信はさらさらないんですけど、自信はさらさらないけどしょうがない。もうこれで取って金埋めて頑張るか。うん、ちょっと桂で勝つって言ってる人いたと思うんですけど、桂馬がいいか。違うわ、これ金埋めても桂馬が痛すぎる。ちょっと二段の霊気じゃない。これ金打っても桂馬打って銀逃げたら金取られるとかが痛すぎる。アバー、アパホテルもびっくりしてるわこれは。そうか、これも桂馬痛いな。でも金埋めて頑張るか。桂馬もらうと桂馬の楽しみがあるんで、もう埋めて頑張ろう。とりあえず桂馬が欲しい。クリスマスの時期ですけどね、今何が欲しいと聞かれたら桂馬が欲しいですね。ここで桂馬打つ、まあ桂馬打ったらもう銀で頑張ろう。それは同銀で、それはワン来てない。同角成は同角、まあ竜で角取って同金に、だから竜で角取ったら角の方取れるけどな。これはワン来たね。なんならワンしか来てないね。いや取って同金銀とかで激烈にしばきに来る。まあでもそれちょっと攻めが細い気がするな。それちょっと攻めが細い気がする。うわー、そう。あ、違う、なんで同金で取った、今角取ろうって言ってたよ、今角取ろうって言ってたのに、なんで同金で取った、頭壊しんかな。今角取ろうって話してたやん。あ、でも待って、今取った時に角取ったら9七強っていう寄せの手筋があって結構きつかったかもしれん。結果的にこれで良かったかも。結果オーライ。何言ってるかわかんないんですけど、結果オーライってことだけお伝えしときます。結果オーライ説、なんかもう密集しすぎた。駒の利きよくわからんけど、金取れるよ、それ。密集がすごすぎてもうわけわからんけど、一応金取れるよ、それ。よし、いいよ。次、桂馬のピッチングで。いやー、それがねー、それもう受けないんじゃない？はい、53手目来ました。皆さん数えてみてください、あれからの手数を。ぴったり53手目なってるんで。これで取って。同金なら腹銀か？腹銀なのか、王手で金なのかは微妙なライン。同玉なら一回取った手が、さらに桂馬を補充して桂馬を見せるピッチングになっている。桂馬を見せるピッチングを披露していて、こっちが53手目かな？知らんけど。これは酔ったね、桂馬打って。これは寄りが見えました。上がってくると思うんですけど、これ取るのが急所ですね。同飛車に銀打ちが王手飛車取り、かつ詰み。で、次銀打ちから詰みなんですけど、受けがないんで、もう怖いわ。見事な将棋です。これ勝ったのは嬉しいな。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回後手番でやっていきます。相手の方は台振り持久戦ということで、歩ついていきたいと思います。角上がって。台振り持久戦か。うわ、これ力戦系やな。力戦調の将棋。うわ、力戦調。力戦調なんですけど。うわ、なんか流行ってるよな、最近こういうの。まあでも渡辺九段もな、なんか A級順位戦でこういうの採用されてたからな。
今後より一層流行る可能性はあるんですけど、こういうのに対する対策って一番何がいいんですか？まあ、結局雁木なんですよね。雁木が全てを救ってくれるんで、現代に降臨した神、その名は雁木なんですよね。雁木って汎用性高いというか、何にでも使えるんでいいですよね。まあちょっとその他の囲いと比べて優秀性落ちるかもしれないけど、その対振りでも別に使えるし、まあ対居飛車だったらどんな戦型でも、まあ角換わりで雁木ってなかなか珍しいかもしれないけど、でも角換わりでも雁木系の形出てくることあるし、でこれ歩同銀は同飛車なんで、ちょっとこれで銀を追い返そうかなってことなんですけど、いかがお過ごしでしょうか。はい、雁木。愛雁木。愛矢倉って、矢倉は将棋の純文学とか言ってますけど、実は違うんですよね。愛雁木こそ純文学。まあ、愛矢倉は何ですかね。ラブコメ？ラブコメみたいなところあるんで、真の純文学は愛雁木なんですよね。でもこれな、ちょっとこの歩が出っ張りすぎてる気がするな。なんかどっかで歩突きから反発されて、ほらね、すぐ来た。来ちゃったってこと。いやー、来られて困ってるんかな。来られて困ってるようだと話にならないんですけど、これ同歩同銀にもっかい歩打てば、銀と飛車の利きの力で銀を追い返せそうなんですけど、どっかで桂跳ねてこう飛車をいじめて、飛車を引かせてこう飛車の利きを利かないようにしてくる手があるんで、それがねーって感じなんですよね。まあでもこれ次取られたらひどいから取るか。取られたらひどいんで取りまして、あえて歩打って桂馬跳ねさせるっていうのもあるんかな。桂馬跳ねると角道止まるんで、そこで飛車引いといてみたいな。でも飛車引くとここへの利きがなくなるんで、ここに打った歩を桂馬とか銀でパックンチョされる、そういうリスクはあるんですけど、パクられると嫌なんかな。パクられると嫌。いやー、あえてパクらせてみるか。あえてね、これで引いて。これどっちで取ってくるかがまず難しいんですよね。あ、桂馬か。これで角引いて、次の角出を楽しみにしましょう。角出て銀と飛車の串出し。で、この時に桂馬を跳ねさせてないと、歩ついた手が、なんか角出を消しながら角道通して絶品なんですけど、まあ一応桂馬跳ねさせたんで、歩つきが、角道通す手にならないんで、それでどうかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。先に飛車回って、角の銀取りを受けられると、冴えないんでしょうか。冴えないという説は、まあ、一部では言われてますね。それ一部で言われてるか。言われてるのが一部だけならいいんですけど、一部以上に言われてるかもしれない。玉囲うって意味ある？もはや玉ここに囲うんじゃない？なんかの棋譜でこう玉ここに囲うみたいな見たな。多分佐藤九段。こういうちょっと変わった手は佐藤康光九段が指したって言ったら大丈夫と思ってない？あえて角出るもあるね、これは。やっぱ角使いたいんで、角出る。ただ角出ると歩で追い返されるんですけど、まあそれで引いといて、歩をつかせれば桂跳ねができなくなるからっていうことを主張しに行く手はある。まあでもちょっと違和感あるな。角出て歩つかれたら角引くしかないんですけど、角の往復運動しかしてないんで、ちょっと違和感しかないかな。というわけで歩ついて、歩つきから攻める余地を、用意しに行きました。なんか玉、一個寄った方がいいんかな。なんか、寄るのも自然ですけど、飛車のラインにわざわざ入る手なんで、なんかどれほど得かわかんないし、ちょっとできないかなと。で、まあこういう、これも微妙なんよな、でもな。なんか3筋の歩交換すると、どっかで桂馬が
飛車の取りにしながら王様の逃げ道塞ぐみたいな手が生じてしまうんで、一長一短でしかないんですけど、まあいいでしょう。3筋の歩を交換する価値に痺れていこう。てか今角引く手もあったと思うんですけど、なんでノータイムで指したんでしょうか。なぜノータイムで指してしまったのかについてちょっと議論の余地があって、それはなんかないの。なんか角出たら飛車取りになるけど、なんかないの。気合でなんか生み出せないの。もう行くか。なんかなんとかなるんちゃう。知らんけど、なんか飛車取りになるから危ないような気がするんですけど、気のせい。いや気のせいだけで将棋させてもらっちゃ困るんよな。まあ放置してもらったら一応ですけど、これ取って同銀に桂馬食いちぎって、同銀に桂馬が金の両取りとか、そういう手はありますね。雁木はこの金がバランスいいんですけど、桂馬で取れる配置してるんで、ここに桂馬打つ手は狙っていきたいですね。ただ桂馬打つためにはこの銀が邪魔なんで、この銀を動かしに行く、この銀を動かして桂馬を狙うっていうのは結構対雁木で出てきやすい崩し方なんですけど、んーまあこれは同角ですかね。まあ無理やりやるなら歩打ち同銀取って同銀桂馬って言ってあるけど、それ歩切れになるんで、歩切れってろくなことならないんでね。あ、銀引き、銀引きね。あ、銀引きはね、いい手だね。後々の桂打ちに同銀って取れるようにしつつ、飛車の利きを通してって感じですね。あ、それはね、いい手と認めざるを得ないね。歩叩いても同飛車か。歩垂らしてもまあ同飛車であんま意味ないか。ああ。銀引かれて、これ何の成果も得られませんでした説ない。何の成果も得られてないんじゃない?さよなら。何の成果も得られませんでした。進撃の巨人も涙目。そうか。銀引きいてやな。いや、なんか帰って、これ、何の成果も得られなかったどころか、帰って相手陣手厚くなってない。成果得られてないだけならまだいいんですけど、成果得れてないどころか、帰って傷口広げてる説。もう左側から殴るか。なんか右側手厚すぎて、崩せる気しないんで、左からちょっかいかけていきたいと思います。こうやって。で、雁木って、こう、しっかり囲ってる矢倉と近って、左側の戦場から近いんで、こう、左側をいじめがいがあるんですよね。完全にしばきがいがあるんで、歩垂らして、左から殴っていくということでどうでしょうか。まあ、金上がったら銀でこの歩支えといて。まあ、これも銀かな。次に歩で。てか今一旦歩叩かない人がいたんですね。びっくりしますね。さっき歩叩いた方が良かった気するんですけど。まあ、これも歩かな。ダブル拠点作って。角道も止めつつ。まあ、飛車回られて難しいんですけど。飛車回られて難しいね。これ銀出て桂馬ただで取れる?銀出たら絶対歩叩いてくるんですよ。で、同桂なら同桂なり同角で桂交換になって桂馬をタダで取るっていうプランが、破綻すると。だから銀に歩叩いたら金寄るみたいなかわし方をしたいんですけど、その瞬間が怖すぎて生きた心地がしない。いやーでももうその勝負行くか。皆さんに私の受けの力をお見せします。ここから全て相手の攻めを根絶やしにします。これで桂馬取って、歩取って、天空の城ラピュタを建築しに行く。天空の城を建築しに行きます。これ、歩叩かれたらどうするんですかね?それはね、手抜くね。それ、同歩成とか取ると、同金で金が攻めに参加してきて、大抵攻めが加速するんで、こういうのは取らない方がいいんじゃないかと。で、これも同銀とか取ると、ワンチャンも同角、同銀、飛車走りとかぶん殴られる可能性あるんで、こういうのは丁寧に引いとくんじゃないかと。いうことですね。これはいいでしょう。これだってほぼノーリスクで、あれできたもん。継続できたもん。これが受けのパワーなんですよね。受け将棋を極めるとこうなると。そういうことなんです。これで止めといて。もうすべてを封鎖する。封鎖将棋、あ。
あ、これここ封鎖できん。え、これここ封鎖できないんですけど。これ銀出られたら同銀同角飛車取りでだるすぎるんですけど。え？え、嫌すぎるんですけど、それ。え、ちょっと待って、嫌す。え、嫌すぎるで済んでない可能性あるんですけど。え、嫌で済んでない可能性あるんですけど。あ、銀で歩取ればいいのか。おうおう、取れるやん。はい、ここ守れる。天才の一手に気づいてしまった。あー、それで同歩なり同金。同歩なり同飛車？いや、どっちなんやろ。でもこれはね、一応なんですけど、こういう手がある？くしゃみ止まらん。すんません。くしゃみが止まりません。てか最近急に寒くなりましたね。ついに本格的に冬って感じなんですけど、これでちょっとこう、歩取りの当たりをかわしておくのどう？ひえー！飛車いらんの？飛車中換気。これは飛車中換気でしょう。で、まあ、そっちか。同銀で角で銀取りを見せてくるのもあるかなと思ったんですけど、取ってきた。これ一回飛車の王手打てるのがやっぱ気持ちいいですよね。で、合駒使うのは戦力落ちて嫌やし、玉上がるのは角道止まって嫌やしっていうところがあって、相手の方ぴったりした受け方がなかったですね。なんで銀打ってきたんですけど、まあこれは最初に言ってた攻め筋狙うか。銀をそこに移動させて桂馬を打って両取りの桂。これでかじりついていくと。はい。ビクトリー。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけど、これ下に触れてたらこっちいいんですけど、まあ押されてるんですけど、それはもうとりあえず良くて、これびっくりしたんですけど、この局面で対局中、53手後に、これ、桂馬、打ったら決まるよっていう話をしてたんですよね。で、これ今40手目なんですけど、53手後って93手目の局面じゃないですか。93手目の局面が、この局面なんですよね。で、次の手が、桂打ちなんですよね。完全に予言が当たってる。こんなことある？びっくりしたんですけど、結構。ドンピシャすぎるんですけど。ちょっと53手っていう奇数を言ってしまってるところにちょっと頭の悪さを感じるんですけど、53手後の局面で打ってるんで、もう完全にドンピシャ。もう、神。ついに神の領域に達しました。はい。まあそうですね。この歩ついてない高美濃とか銀冠は、これでワンチャン狙えるんで、はい、これでワンチャンを狙っていきましょう。2局目のグラフはこんな感じになってます。下に触れてたらこっちがいいんですけど、これはまあ常に激戦だったみたいですね。激戦から途中抜け出して良くなったと。で、良くなった局面がこの局面で、今、歩付きに同歩って取った局面なんですけど、本譜歩合わせてきたんですけど、これは桂馬取れるのが大きくて、はっきりリードできたみたいですね。ここで上手い手があって、これ歩叩かれたら、激戦でしたね。この歩打ったところで、歩叩かれたら激戦で、これ、対応が難しいんですよね。同金とか、金が端に行く手には、全部歩なられて、と金作られるのが嫌と。で、と金作られないために、同銀としてここをがっちり受ける手はあるんですけど、同銀って取ると、この桂馬が取れなくなるんで面白くないと。なんで対応が難しいんですよね、これ。どうやったかな？なんかそう、3三金みたいな。あ、ちょ、これ勝手に進む設定にしちゃった。3三金って取って、同桂なりなら同桂って取って、もう次に桂跳ねから歩なり狙うみたいな手が、こう最善として出てくるんですけど、これさせたか怪しいね。これは難しいね、刺すの。やっぱ駒損してるんで、金桂交換で。なんで結構この2三歩と叩く、一発叩く手が、あ、3三金同桂なり同角って言ってるか。これで歩成りを作らせないようにしつつ、角を相手陣に利かすことで、次に歩叩いて、同銀なら角で銀取るっていうのを狙う方がいいんですかね。
まあまあ難しいとこですけど、結構対処が難しいんで、この歩叩かれたら激戦だったみたいですね。本譜は、歩突きに、あ、歩突き同歩に、歩打ちだったんですけど、取らずに桂馬を取るのが、結果的に良かったみたいで、これでリードを奪えて、まあ以下は、割と、押し切った形勢になってました。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。